桜庭役岩田貴則さんです。お願いします。12月入院してから、まあ、約2ヶ月ちょっとですか。まあ、実は出演シーンはそこまでね、日数的には多くはなかったんですけども、すごくこうこの2ヶ月間ずっと桜庭のことだけ考えて生活してたんで、こんなにもやりがいのある役柄もなかなかないし、大変だったけど楽しかった、そんな現場でしたね。ということで、桜庭から戻りたいと思います。はい、戻りましたね。監督と事前にこうクランクインする前に打ち合わせもさせてもらったりとかする中で、こういろいろワードがあって、もう本当に IQ がとにかく高くて、キャリアで海外でこう飛び級して、まあ本当のエリートの道をずっと歩んできてて、でも年齢はまだ若いけどもっていう、なんかこういろんなこう情報を自分の中に入れることで、でインしてすごくこう、まあ基本的にあんまり動かないことを僕は意識してたんですよね。いい人ぶるシーンっていうか、ゴーダに対しての態度だったりとか、最初の出会いの冒頭のシーンとかはすごく僕は本当に一流企業に勤めるエリートみたいな感じの風に見えるといいなと思って、こういろいろ目に手振りとかつけたりとかやってたんですけど。西原さん、ご協力ありがとうございました。お騒がせしてすみません。過激派が潜り込んでいるとの情報が入って聞かせていただきました。こちら警察庁の桜庭です。はじめまして、桜庭です。でもなんかそこは、そういうディテールの部分は監督に相談もしてなかったんですけど、まあ、段取りやった印象で、なんとなく監督も、あ、そっちの方向でいいと思いますっていうふうにおっしゃっていただいたので、なんかそれ以降は、特にその、自分の芝居の塔について監督とディスカッションしてなくても、監督が OK って言ったらもう大丈夫だったんだなって、何カットか最初の方のカット終わって思ったので、あ、じゃあこのプランでやろうっていう自分の中でのプランが固まりましたね。